やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと縮れたトークです。こんにちは。なんかスペインでね、抗体検査をしたら、あんなに流行ってても 6% 台だったらしいですよ。ね。集団免疫をつけるとか、なんだっけ。集団免疫なんとかは何パーセント？なんか、50%、60%、なんか何十%とかね、みんなで抗体を持ってないとダメとか言うらしいけど、そんなのほど遠いみたいな。あんなにいっぱい感染しててもたった 6% なのかみたいな。大変ですね。はい。ということで今日のお題はじゃん。残りの8都道府県なんだっけ？特定警戒都道府県ね。特定警戒都道府県は、何日に緊急事態宣言が解除されるのか気になるわ。もうこれなんかピンポイントで見ていこうと思います。何日なのか。それともここにないのか。で、もし全部解除されたとしよう。その後また2回目の緊急事態宣言っていうのが日本のどこかで起こるのかっていうのを見ていきたいと思います。まず、特定、覚えらない。特定警戒都道府県は何日に解除されるのか。まずこの中に5月20日から6月10日の中にありますかって聞くね。6月10日までにありますか？あるある。ある。うん、あるから。じゃあ、ピンポイントで見ていきます。でも、8都道府県が、多分ね、大阪だけ早いとかありそうなので、1日だけじゃなくて、ここが可能性が高いみたいなのをちょっと見ていきますね。5月20日から6月10日。はい。ちょっと待ってね。ズバではないかも。ちょっと見させてくださいね。考えタイム。まずね、20はいいんじゃないだからないで、21が法王なんですよ。法律の王様がいいっていうかな、これはありそう。法王。で、22は星の逆だからなくて、23、24もいいんですよ。23は恋人でしょ？で、24も力。で、25はない。夫婦の逆。26もタワーだからない。27も釣り人だからない。28も死神だからない。29も節制の逆ない。次、30が審判なんですね。これ復活とかいう意味だから、すごくありそう。で、ここも、これもいいでしょ？これマジシャンね。6月1日も運命のあれでしょ？ここだけ良くなくて皇帝の逆で、ここも太陽でいい。この辺、なんか、ずっと良さげなのかと思いきや、ここで悪魔が出るっていうね。悪魔。あ、これ悪魔じゃない。間違えた。違う。こっちだった。女教皇だった。女教皇でしょ。で、戦車の逆、上帝。この辺はなんか行ったり来たりしてんだよね。バツ、バツ。なんか、この辺はふらふらしてるから、多分ね、ここまでには解除されてそうな気がする。ここまでには。で、こっからあとは、その解除後のなんかふらふらだと思う。だから、21は大いにある。法王。で、あと審判も大いにある。だから、21日組と30日組みたいな。うん。
あとはこの辺も気になるけど、23、24も気になる。こんな感じかな。でもまあ、あとちょっとでされそうですよ。お、されるとなると、待て、保育園が始まるのか、もしかして。やっと。はい、じゃあ次。2回目の緊急事態宣言はあるのか？ここで、せっかく解除になったのに、すぐまた緊急事態宣言になりますとか、そういうことがあるんでしょうか？見てみますね。1、2、3、4、5、6、7択。なんかね、全体的なキーカードが死神なんですよ。で、注意点も悪魔なのね。で、6月上旬、なんか私、6月がタワーって言ったでしょ？ 6 月すごい悪いって言ったじゃない。で、6月、まあ、緊急事態宣言、6月上旬はない。で、ここも、中旬もない。下旬、さあ、怪しくなってきた。鳳凰の逆です。いよいよ傾き始めました。そして、ここでタワーが出ましたよ。じゃーん、タワー。で、ここも、忍者の逆、暗いですね。で、ジャスティス、正義。正義、痛みを伴う。正しい判断。ああ、これ難しいね。これは、まだ続けるっていう意味かもしれないし、いや、ここで解除かっていう、ちょっと難しい。で、ここは、戦車なので、大丈夫。なので、6月下旬から、もしくは、7月上旬から、7月中旬とか、これなんだ？下旬だね。中旬くらいまで。またちょっと半月1ヶ月くらいこの辺でちょっと覚悟はしといた方がいいかもしれないです。はい。ということで、私の占いはなんか一貫してるんだな。この辺に関してはね。多分この中旬くらいかな。はい。ということで、緊急事態宣言についてでした。はい、じゃんけんいくよ。勝ったらいいことがあるよ、一日。じゃあね、いくよ。玉木じゃんけん、じゃんけん、ぽい。はい、チョキの人が勝ちでーす。イエーイ。じゃあね、バイバーイ。